さあれらしいよ、コンコヨが配信でマブなあの人は誰みたいな、フォロメンでマブな人誰って言って、まあ、先輩方ももちろんいますけどって、坂本が一番マブですって言ったらしいよ。ウケるねウケるよね。エゴサしてたらなんかコンコヨが言ってるって言ってて、何それと思って聞きに行ったらちゃんと言ってたわ。ダンスレッスンでそらちゃんと仲睦まじげでしたが、フォロメンの中で一番マブだと思う子は誰ですか？むずいって。いや一番とかはむずいって。いやでも、まあ、マブっていう言い方をするのであれば、もう何でも頼める、何でも言いやすい、ちょっと連絡しやすいっていうのはやっぱ同期になって、まあ、クロタンなんかな。悔しいが、でもそれはあの好きとかそういうことではなくて言いやすいってだけなんで、はいって感じですかね。こんこよ坂畑のこと好きすぎ、好きすぎるよねやっぱりね。ありがたいことに、やっぱそっか、ちゃんと受け止めてあげなきゃな、あのラブを。何それ聞きに行かなきゃ。一番仲良しのホロメンがクロタンってね、なんかマブマブだって言ってた。クロタンのこと姉みたいだと思ってるとか、あーそうなんかな。でも今後確かに、なんだろう、ちょっとこう抜けてるっていうとなんか坂本の方が勝ちそうだけど、なんかなんていうのかな、抜けてるっていうのも難しいんだけど、コンコヨってさ、いい意味で女の子だからさ、なんかこう大丈夫かってやりがちなんて言ったらいいのかな、難しいな。あの守るべき対象か守りたい対象か守ってもらう対象かみたいなあるじゃん。なんとなく友達とかでもさ、守るべき側に感じるんだよね。だからかもしれん、坂本意外とみんなにそんな感じだな。コンコヨのこと大事に思いすぎ。いや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 、コンコヨが坂本のことマブだと思ってんだってだってらしいよ。ウケる。私はそんな二人を守りたい。なんか来た、なんか騎士来た、おもろ。坂本は守られたい。いや守られたくはないかも。え、コンコヨに言ったことだよね。守られたいっていうか、違和感あるな、なんかコンコヨに守られるって。コンコヨは何だろうな、気使ってくれたりとか、どっちかといえばさ、何だろうな、さっぱりした感じのサポートだと思ってるから、なんか守るとかじゃない気するな。コンコヨは大丈夫とかやるタイプってよりかは、大変そうだったから掘りしといたよみたいな行動派って感じで、まあ、ある意味守られてるんだろうけど、なんかあっさりしてる感じ、説明むずいな。なんか坂本のお友達とかもそんな感じなんだけど、その子もさっぱりしてるんだよね。そういう属性の方が仲いいのかもしれないな。うん、ドライっていうとまたちょっと違うんだよね、優しさあるからまたちょっと別なんだけど、男の子っぽいというか、ちょっとさっぱりサバサバしてるから、オンに来てない。そうだね、なんか何々してあげてるっていう感じがないかもね、あんま。そこがいいとこだよね、すごく。まあでも、あっちが好きらしいんで、すいません。まあ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 、これからもね、仲良くしていこうかな。うん、まあそう言ってくれてるみたいだしね。うん。